バグラトゥニアサアルメニアは885年にバグラトゥニ家の足諸一斉によって建設された国家。アララト山があるアルメニア高原7世紀にはサーサーアンアサが弱体化しイスラーム教徒のアラブ人が台頭した。ウマイヤ朝は中東の広範な領域を征服し640年にはアルメニアの領域に対して定期的な攻撃を開始した。アルメニア港 テオドルルシクにはカリフと和平条約を締結したが長引くアラブ人や東ローマ帝国との戦争でアルメニアは荒廃した。661年にはアルメニアの指導者たちがイスラーム教徒の支配下に入ることで合意した。このアルメニア主長国の首都はドビンに置かれた。バグラトゥニアサの統治機関はヨーロッパでイングランド、フランス、ドイツが形成されつつある時期と ほぼ同時期であった。アラブのウマイア朝とアッパース朝が大アルメニアを支配した約200年間の後、バグラトニアサはアッパース朝と東ローマ帝国という二つの兄弟国に挟まれていたこの地域を支配した。アショト1世9世紀後半のアルメニアは権力の空白地帯にあり、スムバトの子アショトバグラトニアは支配領域を拡大させていった。 884年にはカリフのムータミドがアショトに王冠を送り、アショトはアショト一世として退官。東ローマ帝国のバシレオス一世もまたアショトに王冠を送っている。これによってバグラトゥニアサ、アルメニアが開始された。アショト一世はバガランを拠点とした。890年にはアショト一世が死去してスムバト一世が即位したが、 スムバト一世時代にはモハンマドによってドビンやナヒチェバンを奪われ南部に自治王国が設立されてアルメニアは分裂しかかった。カルス大聖堂、アニシュ教座大聖堂928年に即位したアバス一世はカルスを首都とした。この時代のカルスには後に聖首都教会としても知られるカルス大聖堂が建設されている。年以降のアショト三世の統治下では 兄が王国の首都となり、兄は経済的、文化的な中心地に成長した。兄は戦と一の境界があるとと表現され、最盛期には約10万の人口を有したとされている。2016年には兄の高校遺跡がユネスコの世界遺産に登録されている。11世紀前半にはバグラトゥニアサアルメニア衰退して崩壊した。 東ローマ皇帝バシレオス2世が勝利して、アルメニア南西部を東ローマ帝国に併合し、1022年には、ホバネススムバトが死後に東ローマ帝国に対して王国を譲ることを約束した。しかし1041年にホバネススムバトが死去すると、後継者のガギク2世は兄を引き渡すことを拒否し、王国内外の脅威に対して1045年まで、 抵抗を続けたが、最終的には、東ローマ軍によって占領された。アショト三世バグラトニケは、一家のように続いた。ありがとうございます。